その内にいるのが1馬身差4番の湘南パントル行っています。ブライドキム、そして内から1番のライラプス、内からライラプスがさあ2番手に上がって前を追います。その後はシックスセンスが現在3番手、そしてシルクサイガー追い込んでくる。さらに外からはさあグイグイと各馬が接近してくるが、外から4番の湘南パントルも突っ込んでくる。さあ前の争いですが、ライラプス栄心バイデン、外から14番のペールギュントが一気に差し切ったか、ゴリ外からペールギュント末足切れました。